前たちはここで静かにしてよ。お願いです、命だけは助けてください。お願いします。ここのうちのものを物色させてもらうからな、絶対に動くんじゃねえぞ。楽しみだな。動くんじゃねえぞ。ちょっと行ったね。どうにかしてこれ外さないと。うわ、繋がってる。はい、こんにちは、わーチャンネルマイハルです。はい、今日はこちらで遊んでいきたいなと思います。うん、スパイコードブレイクフリーです。はい、こちらですね、もう1ヶ月前になる ね、 そうだね、あのアメリカのフロリダのターゲットっていうスーパーで買ったスパイギア、うん、あの脱出ゲームみたいなおもちゃですね。そうだね、これはエイシン君がずっとね気になってて買いたいで買ったやつですけどもね、うん、よくあのアメリカ行ったら CM で見てた。あ、CM でやってたね、うん、はい、じゃあこれは早速開けていきましょう。はい、はい、中身これだけ入ってましたね。うん、これが手錠だね。うん、うん、手錠は繋がってんだね、手錠同士で。そうで、これ本当はね2人から4人までできるので、うん、一応4つ入ってましたけれども、まあ、今回は2人でやりたいので2つだけ開けました。はい、それでここにあるのがこのディスクだね。コアディスクみたいなのがあって、うん、これが3種類あります。緑と黄色と赤、うん、緑のディスクがイージーで簡単、うん、黄色がインターミディエートで、まあ、中間、うん、普通って感じね。赤がアドバンスで難しいやつ、うん、この3種類入りました。でそれぞれがね、違う形になってる、うん、どういうことかっていうと、ここにね鍵穴があるんだね。そうそう、鍵穴というか、まあ、ここにディスクをセットしますね、うん、で閉めるでしょ。で、この中が迷路みたいになってるね。うん、迷路。で、これをこんな感覚で、あ、落ちたかな、落ちたかなって言ってこう中に下ろしていくのね。そうそうそう。で、最終的にたどり着くと開けられるんだね。うん、面白いね。そう、こんな感じで。うん、面白い。はい、中がどうなってるかっていうと、この鍵穴がこう中通っていって、こういう感じで落ちる。そう、下まで入っていくんだね、こうやってね。うん、で一番下まで行くと鍵が開けられるっていう仕組みになってますね、うん、それでゲーム的には、うん、このディスクの色に合ったこのポイント、うん、ポイントっていうかコインだね、うん、これがもらえるみたい。お、うん、だから最初にこの赤でチャレンジしてやって、最初にパパが勝ったとするじゃん、うん、そうすると赤の一番高いポイントがもらえるんだって。おー、なるほど。なんで今回はうちはこういう袋に入れて、うん、どれが出るかわからないようにして、うん、で戦うようにしようか。そうだね。はい、じゃあ早速やってみようか、うん、まずは左手の方にガチャッ手錠セット。これ結構、あ、パパでもちゃんと入った。あ、きつい。結構、はい、こんな感じですね、うん、あ、これでもう、うわ、逃げられんわ。本当だ。これちょっとなんかおもちゃだけど嫌な感じだね、うん、手錠されるとね。面白い。じゃあ3回戦の勝負にしようか、うん、はい、じゃあ全部入れましょう。じゃあパパはこれを選びました。ちょっと待ってね、パパまずセットしちゃいます。はい、何が取れたかな。赤だね。オーマイガー。じゃあ行きましょう、うん、レディーゴー。赤ともなるとね、一回上に上げたりとか必要みたいだからね。早かった。じゃあパパ6ポイントゲット。はい、じゃあ2回戦でいきますよ。これだ。じゃん、緑。緑、やったー。エイジン君は他の赤くるな、赤くるな、赤くるな、緑。よし、おお。じゃあいきますよ。3、2、1、スタート。あれ、取れたー。イエーイ。あー、もうちょっとだった。じゃあエイシン君3ポイント。うん、やった。パパどうぞ。パパはこれだ。赤。赤きた。エイシン君はこれだ。緑。わ。三。二。一。スタート。お、早い。早いな。イエーイ。はい、そんなわけでポイント的に言うと。エイシン君が2回放したのかな、う
パパは近い方だった？うん、近い方で、パパだけど6ポイント、ケイシン君は5ポイントということで、パパの勝ち。でも面白いね、これね。うん、すごい面白かった、びっくりした。これ面白い、うん、鍵でガチガチ、うん、でね、このやっぱり手錠でね、こうやられてるこの圧迫感というか、これなんかやってる時やっぱ辛いね。うん、早く取りたいってなる。うん、焦っちゃうね。焦っちゃう。ちなみにですね、一応どうしても外れなかった時用に、後ろ側にですね、開けるボタンが、そう、緊急解除ボタンがあるので、ちゃんと楽しんで遊ぶことはできますね。はい、はい、緊急解除。お前たちはここで静かにしてよ。お願いです、命だけは助けてください。お願いします。ここのうちのものを物色させてもらうからな、絶対に動くんじゃねえぞ。楽しみだな。浮かじゃねえぞ。ちょっと行ったね。どうにかしてこれ外さないと。うわ、繋がってる。あ、鍵だ。これでいけるかな。取ってみようか。うん、うわ、これで取れるかな。できる。うわ、難しいよこれ。うー、何これすごく難しい。いや、中入っていくかどうか、上下とか左右確かめながらやるんだ。うん、早くあいつが戻ってくる前に。どうしよう、全然開かないよ、平心くん。どうしよう、僕もだ。あ、いけるかも。あ、取れた取れた。レイシン君、早く。おぉ、よし、出た。よし、じゃあ静かに家を出よう。なんだお前ら、動くのつっただろ。はい、ということで今回はスパイコードブレイクフリーでした。はい、ということで今日の動画がおー面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画、いつもんとこんでてますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。